静かな海。静かな海。波が立ってない。怖い。本当だ。怖い。海は広いな、大きいな。いつか行きたい。竜宮城。竜宮城。海はいつでもでかいな。両手広げても叶わないだったら、だったら、よし、こっちの手には兄ちゃん、こっちの手には兄ちゃん、これでどうだなんて悲しすぎる。悲しいんだ。今6時ちょうど、今6時10分、今12月12日6時10分。本当だったら私大阪でカネさんに会ってた。あっち大阪？あっち大阪じゃない。あっちが大阪？大阪じゃない。大阪じゃない。大阪じゃない。あっち、あの大阪、あっちの方かな。あっちか。あっちかな。色がバラバラ。バババババババ。セットしとけセット。一発でね、クワナになるように設定なってるからね。セットしとけ。カネさん、カネさん、会いたかったよ。どうして。いや、いいんすよ。大阪全公演中止にならなくて本当に良かった、うん、なんか本当に本当それ悲しいけど、悲しい思いをするのは我々だけで十分です、うん、そうです。あとはもう円盤にさえ残ってくれればそれでいいんです。カネさんが健やかであればそれでいいんです。目的地は一つ、道は無数、たどり着きゃいい、カネさんへ。合言葉はパライソー。一緒に行こう。合言葉はパライソー。全然関係ない、うん、海だからパライソやっちゃう、うん、本当関係ない。何一つ関係ねえんだわ。 My name is ボカ、メメントボカ。ドゥン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 。 My name is ボカ、メメントボカ。田舎に舞い降りた救世主。キモーター。皆さん、これが本当の狂ったオタクのオタ活です。そうですよ。我々は綺麗なカフェには行けません。綺麗なカフェには行けません。この夜の海で叫ぶことしか、夜の海で大騒ぎすることしかできません。もうできない。できない。この気持ちをどうしたらいいの。何もできないよ。できないよ。カネさん、どうして。会いたかったよ。いや、どうしてっていうか、どうしようもないんだわ。そう、どうしようもないんだわ。みんなこうなりたくてなったわけじゃないから、誰しもが望んだわけではないから、望んだわけではないから、こんな思いをしてるのは私たちだけではないと思うから、みんなの気持ちを、そう、みんな悲しいことは悲しいってちゃんとごまかさずに受け入れて、うん、行かなきゃね。そう、自分の気持ちは自分でなんとかしよう。そうしよう。そうしよう。それをどうにかするために私たちはここに来たんだ。そう、自分たちで考えた結果、そう、海行こうぜ。海、海行こうぜ。海行ってパライソするしかねえ。パライソこれが狂ったオタクですよ。どうして、なんでカネさんに会えないの。カネさんにはまた会える。会えるかな。会える。カネさんに、カネさんに会える。何度でも会いに行く。会いに行く。そのために私たちはすべきことをする。忙しい。情緒が忙しいわ。情緒はずっと忙しいんだ。忙しいんだわ。とりあえずパライソはできたな。ちょっとすっきりした。ちょっとすっきりしたね。ちょっとすっきりした。舞うか。舞うか。行くぞ。はい。何かを変えには、まず自分を変えなきゃ。
そう証明できるのは結局自分自身だ。あれにやれば。決まったのでは？決まったんじゃない？